「真昼のような月の光だ人に見られてはいけない辺りに気を配りながらぐるっと回って表通りに出た誰にも会わなかったどこの窓からも覗いているものはなかった表のドブ川沿いの道路は月の光で遠くまで見通せる。 どこにも人影はなかった腕時計を見ると8時20分だ8時半にはまだ十分余裕があるドブ川が月の光を受けてキラキラと銀色に光っていた海の底のような静けさだ向こうに立っている何かの木の丸い葉もチカチカと光っていた こちら側の池垣の夏目の葉もチカチカと光っていた。なんて美しいんだろう。まるでおとぎ話の国のようだ。こんなくだらない街角をこれほど美しく感じたのは初めての経験だった。彼は口笛を吹き出した。偽装のためではない。 なぜか自然にそういう気持ちになった口笛の余韻が月にかすむように空へ消えていっただが待てよもう一度見参してみなければ勝彦はたちまち現実に返って不安におののいた窓からの叫び声を聞いて玄関に駆けつけ 家の中に入るまでの時間が重大だぞその間に仮想犯人はいろいろなことをやらなければならない後から考えてその時間がなかったという計算になっては大変だ危ない危ない犯罪者の手抜かりというやつだなええー、とよく考えてみなければ仮想犯人は 野が窓から助けを求めた直後に彼を絞め殺してしまうだろうかいやそうじゃない金庫を開かせなければならないそうでないと証文を焼くことができないだが開かせるのはわけもないことだ首に回した手を絞めたり緩めたりして脅迫すればよい殺されるよりは金庫を開く方がマシだからまたのは金庫を開く 開かせておいてすぐ締め殺すのだそして死骸はそこに捨てて証文を取り出しストーブに投げ込み現金はポケットに入れる仮装犯人はそうするに違いないこれを1分か2分でやらなければいけない明美が主人の叫び声を聞きつけて上がってくるに違いないからだあいやその前にもう一つやることがある 洋服ダンスを物色してベルトやネクタイを取り出すことだ仮想犯人はそこに洋服ダンスがあることを知っていたとすればいいそうすれば紐類を探す時まず洋服ダンスを開けてみるのはごく自然だだがそんなことが真っ暗な中でできるか寝室にも窓からの月明かりがある、うん、ちょっと暗すぎるかな 犯人は懐中電灯を持っていたことにしてもいい。そして、ベルトとネクタイを用意して、明美を待っている。これも一分間にやらなければいけない。その時にはもう、明美は書斎に入っているかもしれない。いずれにしても、明美を捕らえてすぐ猿ツ輪をはめ、声を立てないようにしておいて、手足を縛る。そして洋服ダンスに閉じ込める。これを、 2分か3分にやらなければいけない随分ん際どい芸当だがやってやれないことはなかろう合わせて4分か5分仮装犯人のためにこれだけの余裕は見てやらなければならぬそれより早く玄関のドアを破ってはいけないのだつまり仮装犯人が裏口から逃げ出してしまってからドアを破るという段取りにする必要がある。 その手加減が一番難しいところだ。よし。なんとかやってみよう。勝彦は目まぐるしく頭を回転させて、とっさの間にこれだけのことを考えた。この寒さに全身びっしょりの冷や汗であった。それからまだしばらく間があった。 待ちかねていると、やっとコツコツという靴音が聞こえてきた。普通の通行者の歩き方ではない。いよいよ今夜の演技のクライマックスが来た。振り返ると、果たしてパトロールの警官であった。二人連れではない。この辺は一人で巡回するのであろう。勝彦は歩き出した。 20歩も歩くと股の家の門であった門の外に立って2階の窓を見た窓の押し上げ戸が音を立てて開かれた室内は真っ暗だカーテンをかき分けるようにして人の顔が覗いたベレ棒太いべっ甲縁の眼鏡白い大きな手袋茶色のジャンパー 白い手袋が後ろから彼の口を覆っていた。苦しそうにもがいている。そして押さえられた手袋の隙間から。助けてくれというしわがれ声の悲鳴がほとばしった。勝彦ははっとして立ちすくんでいる格好をした。後ろから駆け出してくる靴音が聞こえた。パトロールの警官にも低い兵腰にあれが見えたのだ。 たすもう一度悲鳴が。しかしその声は途中で抑えられた。そして窓の人影は白い手袋に引き戻されるように室内の闇に消えてしまった。後には月の光を受けたカーテンがゆらゆらと揺れているばかりだ。あ、あなたは 警官は門内に駆け込もうとしてそこに突っ立っている勝彦に不信を抱いた美少年と言ってもよい若い警官だったここは僕の友人の家です今訪ねてきたところです僕は映画に関係している北村勝彦という者ですじゃあ今窓から叫んだ人をご存知ですか今のは僕の友人らしいです又野重郎という元男爵ですよ じゃあ、入ってみましょう。どうも、ただごとではないですよ。よしよし。これで一分ばかり稼げたぞ。仮想犯人はもう、消紋をストーブに投げ入れて、洋服ダンスに向かっている自分だ。勝彦と美少年の警官とは、前後してポーチに駆けつけた。ドアを押しても開かないので、 ベルを押して押し続けたが何の答えもない妙ですね家族は誰もいないのでしょうかさあ主人とサイ君と女中の3人暮らしですが主人だけというのはおかしいサイ君も女中もあまり外出しない方ですから。 また一分は経ったぼつぼつ裏口へ回ることにしてもいいな <laughs> 仕方がない裏口へ回ってみましょう裏口も閉まっていたら窓からでも入るんですね <laughs> あなた裏口への道を知ってますか知ってますこちらですもっとも間に板塀の仕切りがあってそこの戸を開かなければなりませんがね 板の戸は閉まっていた警官はその戸を押し試みてちょっと考えていたが何か自信ありげな口調になって「この板戸を破るのはわけないですが裏口も閉まっていたら手間がかかって仕方がないそれよりも玄関へ戻ってドアを開きましょう」と言ってもうその方へ走り出していた。 玄関のドアを破るのですかいや、破る必要はありません。見ててごらんなさい。警官はポーチに戻ると、ポケットから黒い針金のようなものを取り出した。そしてその先を少し曲げてドアの鍵穴に入れ、カチカチやってみて、また引き出しては曲げ方を変え、それを何度も繰り返している。 おやおや。これは城前破りの手だな。近頃は警官もこんなことをやるのかしら。それにしてもありがたいぞ。板塀まで行って帰ってきて、先生がコチコチやっているうちに、もう二分以上過ぎてしまった。これで五分間は持ちこたえたわけだ。針金で城が外れるまでには、 まだ1 2分はかかるだだろうて。だが1分も経たないうちにカチッと音がして情が外れドアが開いたその時は急いでいるのでそのまま屋内に踏み込んだがずっと後になってこの美少年の警官は錠前破りについてこんな風に説明した「僕は探偵小説を愛読してますが」 中から鍵のかかっているドアを急いで開く場合には、巡査が体当たりでドアを破るのが情報のようになっていますね。しかし今の巡査は、そんな野蛮な真似をしなくていいのですよ。針金一本で錠前を外すという手は、元は錠前破りの盗賊が考え出したことです。しかし、賊が発明したからといって、警官がこれを利用して悪いという道理はありません。 近年は我々のような新米警官でも針金でドアを開く技術を教えられているんですよ。この方が体当たりで破るよりもかえって早いのですからね。さて、二人は真っ暗なホールに踏み込んだが、シーンと静まり返って人の気配もない。もしもし、誰かいませんか マタド君奥さんえやもいないのか二人が声を揃えて怒鳴っても何の反応もなかった。誰もいないのでしょうか。<laughs> 構いません。二階へ上がってみましょう。ぐずぐずしている場合じゃありません。また今の間に一分ほど経過したぞ。 もういくら咳立てても大丈夫だ二人は階段を駆け上がって書斎のドアの前に立ったさっきの窓はこの部屋ですよ主人の書斎です勝彦は言いながらドアの取っ手を回した <laughs> だめだ鍵がかかっている他に入り口は 隣の寝室からも入れますあのドアです今度は警官が取っ手を回してみたやっぱり鍵がかかっているおい又野くんそこにいるのか又野くん又野くん答えはない <laughs> 仕方がない また錠前破りですね。やってみましょう。警官は例の針金を取り出して鍵穴をいじくっていたが、前よりも早く乗が外れてドアが開いた。二人はすぐに室内に踏み込んでいったが、真っ暗ではどうにもならぬ。勝彦は心覚えの壁を探ってスイッチを押した。電灯がつくと、二人の目の前に、 茶色のジャンパーを着た長髪の男が倒れていた。あ、又野くんだこのうちの主人です勝彦が叫んでそのそばに駆け寄った。触ってはいけません警官はそう注意しておいて、自分もじっとタ野の顔を覗き込んでいたが。<laughs> 死んでいますね。 首にひどいいい傷がついている虐殺でしょう <laughs> 電話はこのうちには電話があったはずですね勝彦が事務机の上を指さすと警官は飛んでいって受話器を取った電話をかけ終えると2人で2階と1階との全部の部屋を探し回ったが夫人も女中も不在であることが分かった。 犯人は多分我々と入れ違いに裏口から逃げたのでしょうがもう追っかけても間に合いませんそれよりも現状の保存が大切です警官はそう言って再び2階へ引き返した書斎の隣の寝室は両方のドアに鍵がかかっていたのでそこで手間取ることを恐れて後回しにしておいたのだった 警官はまた例の針金をポケットから取り出してまず廊下のドアを開いたそして寝室に入るとベッドの下など覗いていたがすぐに書斎との境のドアに取り掛かった勝彦はその隙にさりげなく洋服ダンスの前に近づきポケットの鍵で後ろ手に錠を下ろしその鍵は洋服ダンスと壁との隙間へ投げ込んでおいた 向こう向きになって錠前破りに夢中になっている警官は少しもそれに気づかなかったやっと書斎との境のドアが開いた警官はほっとして死体のある書斎へ入ろうとしたがその時どこかでガタガタと音がしたおや今変な音がしましたね警官が勝彦の顔を見た 勝彦は洋服ダンスを見つめていた。またガタガタと音がして洋服ダンスがかすかに揺れた。若い警官の顔がさっと緊張した。彼はつかつかと洋服ダンスの前に近づいて扉に手をかけた。開かない。誰だそこにいるのは誰だ中からは答えがなくて、 ガタガタいう音は一層激しくなる。警官は腰のピストルを抜き出して右手に構えた。そして今度はもう針金を使わないで左手で力任せに扉を開いた。観音開きだから鍵がかかっていてもひどく引っ張れば外れてしまう。パッと扉が開いた。そしてそこから大きな物体がゴロゴロと転がり出してきた。 あ,あ明美さん勝彦が本当にびっくりしたような声で叫んだ誰でです、すこのの人は又野君の奥さんですよ警官はピストルをサックに収めそこにしゃがんで明美の猿器を外し口の中のネクタイを引き出してやったその間に。 勝彦は後ろ手に縛られた手首を調べてみたうまくやったぞベルトが手首の肉に食い入って自分で縛ったという疑いの余地は全くなかったこれなら大丈夫だと克彦はわざと足首のベルトを解く方に回り手首の方は警官に任せたすっかりベルトを解くと明美の体を2人でつってそこのベッドに寝かせた <laughs> 水を水を明美が哀れな声で勝を訴えたので勝彦は台所へ駆け下りてコップに水を持ってきた彼女は本当に喉が渇いていたのだから真に迫ってガツガツと一息にそれを飲み干した明美が少し落ち着くのを待って若い警官は手帳を取り出し 一通り彼女の陳述を書き取ったが、明美の演技は申し分がなかった。今日の夕方から女中を自宅に帰したので、彼女は主人と二人の遅い夕食の後片付けのために台所にいた。主人の書斎で何か物音がした。叫び声が聞こえたように思った。様子を見るために2階に上がって書斎のドアを開くと、 中は真っ暗で、ただならぬ気配が感じられた。壁のスイッチを押そうとして手を伸ばしたとき、いきなり後ろから組みつかれ、口の中へ絹の切れのようなものを押し込まれ、物も言えなくなってしまった。それからそこへ押し転がされ、両手を後ろに回して縛られ、両足も縛られたが、その間に窓からの突き明かりで犯人の姿がおぼろげに見えた。 黒っぽい背が非常に高いとか低いとかひどく痩せているとか太っているとかいう印象はなかったつまり体にはこれという特徴がなかった顔は全く見えなかった黒っぽい鳥打ち棒をかぶりベールのように黒い布を顔の前に垂らしていた全く口をきかなかったので声の特徴もわからない 主人の又野がうつ伏せに倒れているのも月明かりで見た。殺されているのか気を失っているのかわからなかったが、覆面の男にやられたことは間違いないと思った。金庫の扉が開いているのもちらと見た。だから強盗かと思ったが、どうも普通の強盗ではないような感じを受けた。それから犯人は縛り上げた明美を抱いて、寝室の洋服ダンスの中に入れ、 外かから鍵をかけたそしてそのまま立ち去ったらしく思われる犯人は全く無言で敏将に働いたので最初猿靴輪をはめられてから洋服ダンスに閉じ込められるまで3分とかかっていないであろう明美は話の途中からベッドの上に起き上がって思い出し思い出し大体そういう意味のことを話した。 彼女はその役になりきっていた。話しぶりも真に迫っていた彼女は大胆にも主人の又の十郎には愛情を感じていないことをすら弦外に匂わせた美少年の警官はこの美しい夫人が夫の無残な死に様を見たらどんなに嘆くだろうとおろおろしているように見えたが明美はまるでおぎりのように 警官に助けられて夫の亡きのそばへ行ったそして一応は涙をこぼしたけれど死体に取りすがって泣きわめくようなことはしなかったいつの間にか9時半を過ぎていたその頃から又野家はにわかに騒がしくなった諸葛警察や警視庁などから多勢の人々が次々とやってきたからである 明美は捜査一課長や警察署長の前で同じことを度々繰り返さなければならなかった彼女の話しぶりは繰り返すごとに少しも危険のない枝葉を付け加えながらいよいよ巧みになっていった勝彦さえその演技力には呆れ返るほどであった克彦自身もいろいろ質問を受けた彼は今夜のことだけは別にして 全て正直に答えた明美を愛していることを悟られても構わないという態度をとった遠方からの殺人目撃者という不動のアリバイがそれほど彼を大胆にしたのだがそれだけに彼の話しぶりには少しの不自然もなかった鑑識会員は又野の死因が強力なる腕による虐殺であることドアの取っ手 その他室内の滑らかなものの表面が布用のもので拭き取ってあること一応指紋は採集したけれども犯人の指紋はおそらく発見されないだろうということ表口にも裏口にも顕著な足跡は発見されなかったことなどを報告した鑑識会員はまたストーブで紙束が焼かれたらしいことも見逃さなかったそして明美の証言によって それが借用証書の束であることが判明して現金十数万円が金庫の中から紛失していることも明らかとなったそれに関連して又野の事務机の引き出しから貸金の帳簿が押収せられた捜査官たちは何も言わなかったけれども捜査が又野の現在の債務者の方向に進められることは容易に推察された おそらく貸金帳簿に記入されている人々がしらみつぶしに調べられることであろうまだのは両親も兄弟もなく孤独な主戦度だったからこういう際に電報で呼び寄せるような親しい親戚もなかった打ち解けた友人も少なく強いて言えば勝彦などが最も親しい間柄であった明美の両親は新潟にいたが彼女の姉が 東京の三共製薬の社員に課していたので差し当たってその夫妻を電話で呼び寄せたそんなことをしているうちに夜が更けてしまったので克彦もその晩は又野家に泊まることになった翌日は日東映画の社長をはじめ又野の,の友人たちが多勢やってきて手伝ってくれたが一番事情に通じているのは克彦だったから。 中心になって立ち働かないわけにはいかなかったそして事件から3日目に又の重郎の葬儀は無事に終わった克彦も明美もこの難波をことなく切り抜けた死者の家族が葬儀の忙しさに紛れてその悲しみを一時忘れているように犯罪者の恐怖も 紛れ忘れ忘ているることがでできるもののようであった一つは彼らに十二分の自信があったためでもあるがもう一つはこういう犯罪をあえてするものの一種の不干渉的性格から彼らは何ら怯えることもなくその数日を過ごすことができた。